はい、マスター。ありがとうございます。この世はもっと単純だ。強いか、弱いか、結局は自分一人だ。このまま NPC にヘイトを取らせるぞ。この作戦ならうまくいく。おい、待て！こいつ NPC だ。ぶった切ってやろうぜ。おいおい、あくまでリポップさせる。このゲームからいなくなれよ。こんな世界なんていらない。人なんて存在しなくていい。嫌いだ嫌いだ嫌いだ。西暦2026年、新たな VRMMORPG が発表された。その名もソードアートオリジン。俺たちにはこの世界で新たな出会いが待っていた。 NPC の少女プレミア、異様な強さでこの世界の攻略を進める男ジェネシス、そして彼と行動を共にするもう一人の NPC。 彼らと俺たちのこの世界を巡る物語が幕を開ける。プレイヤーの拠点、始まりの街で冒険の準備をしよう。武器や防具は購入もできるけど、鍛冶屋に行って自分の気に入った装備の強化もできるぞ。うまくいった。広場の掲示板からはクエストの受注ができる。うんうん、ピンからキリまでいろんなのがあるみたいだな。あとこの世界にいるプレイヤー NPC 含めて300人以上のキャラクターとコミュニケーションが可能だ。みんなとはエモーションボイドを通じてコミュニケーションを取れているか確認できるぞ。会話をしたり一緒に戦闘したりと交流を深めていくと、みんなの感情の大きさが変わっていく。大きくなった感情によって実際の行動にも変化が出るし、ステータスも変わってくるぞ。情熱的、仲間思い、たくさん交流して自分と意思疎通できるパートナーと冒険しよう。さあパーティーを組んでいざフィールドへ。スキルアライドで仲間と連携してソードスキルを叩き込め。そしてコンボレーションでダメージアップ倍率をキープするのも大事だぞ。自分の戦闘スキルは習得していくことで様々な戦い方ができるぞ。エクストラスキルを設定することでさらなる戦闘スタイルの差別化も可能だ。特定の条件でソードスキル同士を連携し、技の硬直をなくすことができるスキルコネクトも使えるぞ。自分だけにしかできない戦い方で戦場を駆け抜けろ。耐えれる仲間はたくさんいるしな。楽しくなりそうだな。一気に片付けるぞ。みんな行くわよ。戦闘開始。私たちならできます。指示出しよろしくね。息が合うかもね。私たちまだやれる。気を抜かずに集中だよ。次はどこに行こっか。そんじゃ行くとするか。手を貸すぜ。それじゃ町探索に出発。この世界を私は愛している。オンラインマルチプレイでは世界中の仲間たちと一緒に強敵を打ち倒せ。この世界は人なんていらなかったのか。それでも俺はこの世界で一緒にいたい仲間がいるから前に進むんだ。プレミアちゃんもこの世界も絶対に守ろうね。世界を守るだなんてゲームの話みたいね。ここでみんなとやりたいことがいっぱいあるの。拒絶し続けた人間と分かり合おうとするものか。答えろ。お前は何をしたんだ。私はキリトとずっと一緒にいたい。アインクラッド、そこで必ず決着をつける。私はこれからもみんなと一緒にいたいです。みんながいればお茶の子さいさいです。プレイステーション4、プレイステーションビータ用ソフト、ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション、10月27日発売。オープニング主題歌は、春菜ルナが歌う、ウィンディア。
エンディング主題歌決定、戸松遥香が歌う Two of Us。 早期購入者特典は古の装備メイド服、貫禄のクラシックスタイルだ。プレイステーションストアで予約するとビーターズプレイヤー券が手に入る。ビーターか、懐かしい響きだな。無料大型アップデート決定、総空の闘士レインもセブンも参戦決定。有料無料ともに DLC も続々登場。ソードアートオンラインホローリアリゼーション深淵の巫女全3章で送る新しい物語を配信予定。購入特典はウェディングドレスがついてくるぞ。バンダイナムコ。